南総合運動公園の市営プールで7月14日プール開きが行われ、オープンを待ちわびた子どもたちが訪れました。この日は天気にも恵まれ、気温31度、水温27度。子どもたちは歓声を上げて楽しんでいました。学校と違って流れてるから、なんか泳ぎしてもなんか早く泳ぐ。日南総合運動公園のプールには水深20センチからある幼児用のプールや流れるプール、長さ123メートルのウォータースライダーなどがあります。プールの営業時間は9時30分から16時30分までで、料金は幼児200円、児童生徒350円、一般500円です。プール営業の期間は9月2日日曜日までとなっており、期間中2万人の来場者を見込んでいます。